からね、富山県にある剱岳キャンプ場というところに向かいたいと思います。バイク置き場ないんかな、これ。キャンプ場に着く前に先にお風呂行きます。お風呂からキャンプ場までが遠いんでね。剱ふれあい館アルプスの湯。ちょっとコンビニに寄ってね、お酒買ってから行こうと思います。すぐそこにあるんでね、コンビニ。ほいっと、スーパーがありましたね。さあ、現在時刻6時38分。やばいです。キャンプ場の到着予定時刻は7時11分ってなってますね。まずいな。しかもまた雨降ってきてる。急げー。暗闇の中でテント立てたことないんでね、僕。梅雨がね、まだ明けてないんでね、完全に。天気予報ではね、おそらくあと5日間ぐらいはまだ梅雨が続くんですよ。今年はどうも梅雨が例年より長引いてますね。もう7月24日なんですけどね、今日。なんとか明るいうちに、この山道だけでも抜けたいですね。うわ、すごいな。なかなかちょっと勢いが激しいぞ、この川。大丈夫か、キャンプ場。土砂崩れとかダクダクになってないかな。キャンプ場梅雨だくになっとったらびっくりしますけどね。あと8分やけど、ずっとアスファルトですね。これはラッキーだ、この雨の中ですけども。ポジティブポジティブ。はいはい。やばいな、暗くなってきたぞ。果たしてこんな雨の中、いくら連休とはいえキャンプしてる物好きはいてるんでしょうか。野営場案内書いてるな。ちょっと荷物だけ先下ろしちゃいますか。ここでどこに貼る。ここにしよう。ちょっと急いでテント立てたいと思います。ライトは出せたんで、なんとかこの辺にしこっか。初めてやな、こんな暗闇の中でテント立てんのは。しかも雨やし。いや、びちょびちょや。そうや、びちょびちょやったんや。さあ、電気つく。電気つくんや、そこ。よし。よし、これでいい。OK、完成。できました。こんばんは。こんばんは。トイレ。目の前ですか？あの、左側の入り口が。あ、これ？はい。あ、すいません、ありがとうございます。ビトビトです。テントの中も濡れてます。この状況で寝ます。僕は。なんとかね、雨は当たらないんで大丈夫でしょう。今日はね、もう料理する時間もないだろうと思ったんで、もう弁当買ってきたんで、弁当とチューハイでね、とりあえずお酒飲みたいと思います。ああ、ピリ辛なんちゃら。お弁当食べます。ああ、もうご飯にありつけるだけ幸せです。現在時刻22時55分。おやすみなさい。おはようございます。現在7月25日朝4時1分です。現在ね、富山県の剱岳、なんとか青年キャンプ場というところで朝を迎えております。昨日のね、夜から結構激しい雨が降り始めて、現在もね、雨がね、ずっと降ってる状況です。現在時刻4時45分。雨がちょっとね、止んできたかな。ちょっと小雨パラパラになってきましたね。このまま止んでくれるといいんですけどね。7月25日午前8時ちょうどですね。もうちょっと雨降ってるけど、出発して奥飛騨熊牧場というところに向かいたいと思います。この川綺麗ですね、やっぱり。なんか水の色も綺麗な、心なしか。ちょっとね、雨は止んできましたね。常願寺川って今書いてましたね。まだ富山県かな、ここは。すごいことになってる。タルタルソースの美味しそうな匂いしております。
すげえぞこれ。なんだこれ、濁流やん。すごいなこれ。あ、ダムか、ダムやからか。ダムすごいな。梅雨だくやん。右に行ったら飛騨高山って書いてましたね。ただいまの気温23度って書いてますね。岐阜県に突入してますね。現在かなりの雨が降っております。奥飛騨熊牧場っていうところに向かって雨の中土砂降りになってきました。走行中です。熊を見に行きます。熊を。現在ね10時31分。今ね岐阜県の山の方ですね。かなりねご覧の通り雨がきつくなってきて、もうずぶ濡れになっちゃいました。道の駅スカイドーム神岡、ちょっと道の駅で休憩します。土砂降りなんでね。かなりの濁流ですね。土砂降りです。いやー、ちょっと非常にまずいことになりました。泊まろうと思ってたねキャンプ場が今電話したらね、今年はあれの影響でやってないって言われたんですよね。ちょっと今別のキャンプ場を探してるんですけど、どうなることやら。飛騨牛肉うどんですね。飛騨牛ってことか。あ、たまる。あ、なんかねすき焼きを食べてる気分な。味はすき焼きの味がしますね。ちょっと甘みのあるような。動き出したらねまた雨がちょっと降ってきましたね。これね別に僕が雨男っていうわけじゃないんですよ。今年は本当ね雨がひどくて長引いてね、まだ梅雨が明けてない状態なんでね、僕は決して雨男ではありません。ポジティブポジティブ、レッツポジティブ。霧がかっております。うわ濁流です。やっべ、川がすんごいことになってるぞ。この辺ねなんか宿とかいっぱいありましたね。今民宿みたいな温泉宿なのかな。このとこ、え、塞がってる。マジで、マジで言ってる。熊牧場、マジか。ショックすぎるわこれ。進入禁止ってなってます。最悪です。僕ね、あのこの日本一周の旅で一番楽しみにしてたのが熊の牧場。今日はねもうキャンプ場じゃなくてね快活クラブに泊まろうと思います。まあしゃあない、しゃあない、悔しい、残念。あれ熊牧場、嘘、ここから入れるの。え、入れるの、マジで、マジで嬉しい。おー、まさかのダメと見せかけての OK。 いやー期待させてこの先でしまってたらびっくりするけど、どっちどっち、いけるの。あ、車止まってるやん。熊牧場やってますやん。やったーやったー、めっちゃ嬉しいです僕。これ本当楽しみにして、あ、人行ってる、よかったー。何あのダミーの入り口、めちゃめちゃ楽しみです。はい、熊牧場入り口。あ、これ剥製なんや、すげえ。このでかさはやばいな。こっちやったらなんか勝てそうやな。月のワグマちっちゃいなこれ。さあ熊牧場突入です。あ、見てた、めっちゃおるやん。もうこの下、真下に、うわ、やべえ、なってるし、うわ、あ、これ名前がついてるんか。でも結構あれですね、ちっちゃいですね、思ってたより。イノシシもちょっとでかいバージョンぐらいか。なんかでも下の子、この子かわいいな、つぶらない瞳してる。これクマってあれなんですね、意外と口ちっちゃいんですね。口で噛むっていうよりも爪がやっぱ凶暴なのかな。めっちゃおるな。あ、上にもおる、すごい鳴き声する。みんな鳴き声
クマって。これか。100円でハンドルを回すクマちゃんのビスケット、これですね。ちょうだいちょうだいのポーズしてる。あ、なんかね、金魚の餌みたいな匂いがする。この匂い知ってるぞ。ほれ、おお、ナイスキャッチ。めっちゃバンザイしてるやん。おい、行くぞ。おい、あ、ごめん。あ、ごめん。ごめんごめん。おい。あー、落としたよ君。お前もあげよう。ほれ、お、うまいな。お、ビートたけしがおった。ビートたけし。たけし。あー、たけし。たけし。よし、もう一回ワンちゃん行こうぞ。取れよたけし。ほれ、お前減ったやなたけし。ほれ、よし、ナイスキャッチ。クマってこんな餌食べるんですね。行くぞ。あー、当たったのに。あー、うわ、喧嘩してる。めっちゃ喧嘩してるやん。喧嘩すんなよ。めっちゃ怒ってたやん今。喧嘩したから怒られてんのか。すごい鳴き声やな。子供、こっちは子供か。これちょうだいちょうだいって言ってるんか。うわ、喧嘩してる。めっちゃ喧嘩してるやん。めっちゃ怖い怖いやん。鳴き声やばいな。人生初のツキノワグマ、なかなか大満足です私。うわ、すんげえ。ホッキョクグマ、これはさすがに無理やな。こんなでかいの来たら。うわ、生まれたてはこんなに可愛いんですね。こんなちっちゃいんや。生まれたてって手のひらサイズですね。現在時刻16時35分、奥飛騨熊牧場を出発して、長野県のね、快活クラブの方に向かいたいと思います。今すごいね、もう山が見えなくなるぐらい霧がかかってますけども。いや、熊牧場かなり良かったですね。大満足ですね、僕。来て良かった、ここは。通り過ぎんで良かったですよ、本当に。人は絶望、悲しみ、どん底に立たされた時、一体何を思うのか。暗く悲しいネガティブな気持ちが襲いかかってくるだろう。諦めて投げやりな気持ちになることもあるだろう。しかしその感情に支配されてはならない。誰も助けてはくれない。自分を救うことができるのは自分自身。誰のせいでもない。全ては自分自身の脳が作り出した感情。自分と戦うということは己の中にあるネガティブな感情と戦うということ。誰しもが持つマイナスの感情、そのネガティブを克服しプラスへと変換させたとき、人は本当の自分らしさを取り戻すだろう。あなたは本当の自分を失っていないだろうか。生き生きと明るい方へ向かって生きているだろうか。ほんの少しでもいい、本気で変わりたいと思った気持ち、その小さな炎がある限り、人はいつだってやり直せる。その魂はまだ死んではいない。本当の死とは、生きながらにして心が死んでしまうことだ。もう下を向いて生きるのにも飽きただろう。そろそろ上を向いてみないか。共に明るい方へ進んでみないか。僕はもう振り返らない。つまずくことはあっても必ず立ち上がる。僕は前を向いて生きていく。そう決めたんだ。もうあの暗闇には戻らない。そんなところでくすぶってないで、明るい方へ共に進んでみないか。全ては自分が決めること。いつだって、今だって。